さん、オープン。シャオシャオシャオ。はい、どうも、ケンタクの続きです。山本です。トムです。ナイスガイ、ナイスガイです。本日は隔週ゴルフ。わーい、ゴルフね。皆さんには最初に三髄、三十角のようなお題と合計画数が与えられます。はい、なるほど。で、制限時間5分設けますので、はい、お題に沿った漢字のセット、例えばですよ、浄化の浄と浴室の浴、淡い、これ組み合わせると9画足す10画足す11画なんで30画みたいな感じで、30画を目指して打数をこう重ねていってほしいわけです。最初のショットが、おお9画飛んだな、ヤードに当たるものなんだ。そうそうそう、全部で30ヤードみたいな感じで、そうそう、30画、ああはい、うん、でなるべくこういっぱい漢字を書いていくことによって近づいていってゴールを目指す。そう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 、で同じ文字数、この人も2文字、はい、この人も2文字でいけた場合はより画数が大きい漢字を使っている方が勝ちとします。あー、15、10よりも29、1の方が強い。あ、そうです。なるほど。全3ホールです。あ、全3ホール。3ホール第1ホール。よしよし、第1ホール、第1ホール、パー4。パー4。え、パーとかあるの？ちゃんとパーが用意されてるんだ。きついきつい。奇変、奇変、40画でお願いします。やばい、あ、書けないやつがある。40画5分はもうフルに使っていただいていいので、でも間違ってたらもちろんダメですよ。クイズノックの漢字企画は5時厳しいんで。うわくそ、そんなことある。39なんだけど。くそ、ふざけてるぜ。なんだよ、あとパターン、パターンですの入れられねえじゃねえか。確かに、4確定してるから。嘘だろ。近くからは入れらんない。木はありですか？木そのもの。木そのものなしでお願いいたします。解説の須貝さん、どう思われます？そうですね、ウォーターハザードとかね、気をつけてね。フェアウェイに乗せて。思いついたゴルフワードいってない。はい、5分です。もう書いてください。では、辻崎さん、オープン。カスン、エンジュ、コウ。カシ、エンジュ、ゴー。16より大きいのが思いつかなかったんだよな。17が思いつけばね、椿が13だからさ、調整できたんだけどね。あ、16を使って、3だと。3だでございます。パー4だから、バーディーです。バーディーです。バーディーです。はい、では山本さん、オープン。いい、いい、ブーナー、ブダ、切り株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 。これ何角、何角、何角なんでしょう。6、16、18かな。おー、これはね、クイズノックで出てね、はい、僕が間違えるんですね。これはブナですね。ブナ、白神サッチとかにたくさん入ってます。なるほど、切り株ですね。 TikTok に上げてますね。それでは、飛ぶ、オープン。合ってるかな。概要とか、概と、譲り派と、こう、学校のこうで、はい、15、15、10、15、15、10と。概要の概、逆なんじゃない？あら、ほら、ほんとだ。あら、あら。いや、これは、ちょっとね、こういう字も、私の世界にはあって。マジか。ゆずり派、草かむりないんじゃない？え、マジですか？ゆずり派って草かむりなかった？君のことじゃない。いろいろ間違えてる。確かに。あ、もうこれダメなやつだ。イケポチャっていう感じですね。イケポチャ。鶴崎さん、まず、漢字。合ってますので、はい、3打の16画です。やったー。山本さん、漢字合ってますので、3打の18画です。トムさん、やはり真ん中と右逆です。漢字間違いですので、記録なしと。このホールは山本さんの勝ちと。クイズノック調べでは2打25画と。オリーブの3つ。漢字力が試されます。漢字力試されるな、これ。第2ホール、パー5。パー5、むずそう。都道府県に含まれる漢字50画。お願いします。都道府県に入ってる漢字の旧字タイプとかダメ。ダメで、はい。あ、ダメ。大きい方2つは知ってるんですよ。あ、そうなんだ。これなんですよ。おー、いいですね。都道府県という4文字はどうですか？使ってよいです。よしよしよし、1個出せば絶対勝てる、僕が。これ理論値だ、これ理論値だ。来たー、あー来てなー。違うー。わかった、あー違う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 。なんで理論値がしたかったなー。悔しい悔しい。待って待って、なんで僕、なんでよ。六角の漢字が分かんない。そうなんだよ。トム、オープン。新潟のガタ、はい、熊本の熊、はい、千葉のバ、はい、東京都のト。はい、
ありがとうございます。山本さんオープン。これだ。あー、そうじゃん。15、15、13、7。新潟の方、沖縄の名は新潟の2、2に岐阜の岐。鶴崎さん、オープン。15、15、12、8 18。わわ、沖縄の名は、はい、新潟の方、はい、富山の富、富山の富、鳥取の鳥、鳥取の鳥。くそー、理論値これなのか。ガタナは熊で六角。なんでだ、全部合格か。マジでないんだよ、マジでない。577577。鶴崎さん、こちら、はい、OK です。トムさん、葉っぱの葉が12画。あ、東京都の都が11画と漢字ペディアではなってると。世界の背のところ分かれてるんですね。縦縦横なんですね。え、これ今までこうやって書いてました。合格なんですわ。合格、世界の背は正の字の代わりに世界の正の字使ってもいいんだよ。1、2、3、4、5つって、こちら山本さん勝利でーす。オーケーだった。やられた。これは。はい。なんとこちらが理論値となります。これ理論値がないんだ。ないんだ。なんだ六角の漢字って。六角の漢字がございません。あの都道府県を構成する漢字の中で。14画を見つけても六角を探している限りたどり着けない。続いて第3ホール。はい。最終ホールです本日。最終第3ホール。パー5。パー5。またむずい。書。書。読む。漢字50画でお願いします。これまたアプローチ全然違うよ。音読み、訓読み、どちらでも小と読めば良いです。これホールインワンとかあるんでしょうかね。皆さんにご馳走するみたいな。普通ね、あの決めた人が払うじゃん。そう、決めた人がホールインワン保険っていうのがあるんですよ。そんなのあるんだ。もし自分がホールインワン決めてご飯をご馳走しなきゃいけなくなったらどうしようっていう時に備える保険らしいですね。どこまで鶴崎さん、オープン。少々。わあ、いや、この勝者が勝が勝ちたかったんだよ僕は、うん、なんかね、はい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 、もう勝これがあってたとして画数が勝者の勝、すっきりとこじゃれた要素、そう、赤抜けた感じですね。赤抜けた感じ、勝薬の勝です、ね、勝薬の勝、戸籍勝法の勝だね。勝分かりやすい、一部移すみたいなね、うん、山本さん、オープン。勝。醤油の醤で、醤油の醤を挟んで、醤油の醤旧字体と新しい字体できるかなと思って、これが18、17だと思うんですよ。で、あと15画を探せばいいので、しきりに進めることがいいんですよね、醤油のね。漢字ペディア載っていて、一級の相当の漢字ですね。そんな読めない漢字も山本さんなら書けるんです。すごい。旧字体と今の字と、そうですね、これはまあ、あの別の字としましょう。はいはい、トムさん、オープン。賞金の賞と、保証の賞と、うん、これなんだよ、小杉っていうはいはいはい、確かに将棋で、将棋の将、将棋の将ね、読んだでまとめてきましたので、バーディーではあると。バーディーに合ってればね、イーグルの人がこれやばいね。ちょっとどうだろうね。鶴崎さん、はい、勝者の勝、草冠が足りません。うわ、漢字ペディアの画数は19画。マジかよ。19画なんだ。後の字はあったんですが、後の字はあったか、はい、そこの字がまあ間違いと。さあ、トムさんの方は全て漢字合ってまして、これで50画と。よかったー。バーディーね。よかったー。そして山本さん、全て OK ということで山本さんの勝利。すごい、嬉しい。めっちゃすごい。ちなみに、うん、クイズノックご用意した最大はアルバトロスございます。アルバトロス、うわー、何これ。え、こめかみと漢字で書くときに使う字、耳が3つに妨害と、うわー、欲張りセットすぎる。あるわ。こちらが27画、六角の欲張りセット3個、欲張りで、こっちジラスみたいな章に取り、で、味噌サザイ、味噌サザイか、味噌サザイを書くときしか使わないもんな。まずこいつ、まず日常で味噌サザイって言います。ちなみに、イーグルで攻めたいとき、なんと常用漢字でいけるんですね。こう、おー、残り20画なんで山本さんにも勝って。あ、ほんとだ。そう、金か。金ね。0単3点、0点で山本さんの優勝だ。強い。圧倒的。この危険。これ、山本さん極められるんじゃないですか。これちょっとなんか強くなりたいね、これ。皆さんもぜひね、友達と遊んでみてください。漢字ペディアを見ればこれ遊べる企画になってます。はい、うん、やってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどもよろしくお願いします。それでは、さよなら。さよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、
そちらの方もよろしくお願いします。概要欄に Twitter や LINE アカウントもあるのでフォローよろしくお願いします。それではまた次の動画も見てくださいね。